あれ出ない。え、なんで。あ、監督踏んでる。あ、待って、急に上げたら、うわー、うわー、ちょっと監督やめてよ。もうついてないよ。部室に残ってたからってプール掃除に駆り出されるなんて。本当ですね。もうすぐ夏休み。いっぱい遊びに行こうよ。うん、海、山、花火大会。いいね。夏休みか。夏休みなんて来なければいいのに。え？ミクちゃんも夏休み嫌なの？京子さんこそ。誰もが夏休み楽しみにしてるのに。私たち少数派だよね。夏休み反対同盟でも組みますか？それいいね。京子さんはなんで夏休み反対なんですか？だって夏休みだと休みだから会えない人とかいるじゃん。わかります。そうなんですよね。え、みくちゃんもそういうあれ？ただでさえクラスも違うし、夏休み入ったらますます話せなくなるなって。だよね。廊下とかで会えるのが貴重なんだけどね。一緒です。夏休み誰かと遊んだりするのかな。会いたいと思ってるのは私だけだよね。でも逆に考えれば夏休みって仲良くなるチャンスでもありますよね。ほらよくあるじゃないですか、夏休みデビューとか。夏休みデビューは関係なくない？でも何かが変わるっていうか、何かが起こる季節でもあると思うんですよ、夏は。結局夏に期待してんじゃん。京子さんと一緒なら勇気が出る気がするんですけど。お互い頑張って夏休み誘いませんか？えい！うわ！ちょっと！めっちゃかかったんだけど！日向坂高校はもうすぐ夏休み。みんなはこの夏やり残したことはない？